込み作業の、袋の折り方についてやってみます。姿勢の流れはこんな感じです。ポイントとすると袋の四隅をしっかり下から上に上げる、つまむようにして整えます。そして指はこういう形を作ります。親指、人差し指、中指でつまみます。そうですね。で、薬指と小指を中に入れます。両手とも同じです。そうするとこういう感じになります。で、袋の口元からこう掴みましたら、そしたら下に下げていきます。下げていく過程で薬指と小指を使って袋のこの部分ですね、中の折れた部分をしっかり整えるようにしていきます。これがこのようにはみ出したりするとうまく折れないので、これを薬指と小指を使って整えていく感じになります。全体的な説明は以上です。ごめんなさい、全体的な詳細は以上です。で、最後にもう一回一連の動作をやって終わりにします。四隅を整える。で、指はこういう形を作って使います。下げていってという感じです。以上です。ありがとうございました。